朝電話来たわよ。今日は休みだって。でもその後チェリから電話あって、心配だからついてきてくれって。まったく、鈍感もここまで来れば天然記念物並みよね。
We'll be right back.
あれは君が悪いんじゃないか。確か他の生徒の財布を盗んだんだろう。違うわ、あれは濡れ衣よ。私は人のものを盗んだりなんかしないわ。学長が酒井晴美と共謀して私に罪を着せたのよ。私の父が寄付金を義務付けるのに反対していたものだから。私が邪魔だったのよ。父が寄付金に反対しだしてから私は様々な嫌がらせを受けたわ。生まれつき髪が茶色くカールがかかっていた私は言いがかりをつけられ髪を染めるように言われたわ。私が髪を染めるのは校則違反だからと断ると細川と三上を使って私の髪をバリカンで。ひどいことを。そしてある日体育の時間が終わった後、私が教室に戻るとクラスメートの財布がなくなってたわ。全員の持ち物を検査したら私のカバンから財布が出てきたのよ。私は職員会議にかけられ退学になった。私の無実を信じてくれたのは登坂先生だけだったわ。酒井晴美が私たちのクラスに入っていくのを他のクラスの生徒が見ていたのに、私は卒業パーティーに出たかった。卒業パーティーに出るために嫌がらせも我慢したのに。私は転校することもできず高校を中退せざるを得なかった。私は死に物狂いで勉強して大研に合格し大学に行くこともできたわ。でも頭の中はエリスの教師への復讐しかなかった。大学で私は迷わず放射線科に進んだわ。研究用の放射性物質が手に入ると思ったから管理は厳重だったけど私は何とか手に入れることができたわ。そしてエリス女学館に就職したのよ。髪を黒く染めストレートパーマをかけて私は名前の読み方を変えることで誰にも気づかれずに事務員になることができた。そして盗み出した放射性物質を細川と三上の机の間に仕掛けたのよ。私を押さえつけて頭を買った報いよ。それからの1年、私は毎日が楽しくてしょうがなかったわ。だってそうでしょ、憎い相手が日増しに弱っていくのを見ることができるんですもの。そしてついに2人は死んだわ。私は嬉しかった。そして私は脅迫状を書いたの。鈴木司さんのことを知った私は他にも校則で苦しんでいる生徒がいることを知り校則を撤廃させようとした。例のトリックを使い脅迫状を掲示板に貼り付けたの。ついでに生徒が放射線を受けないよう職員室には来ないようにって紙も添えたわ。私は英雄気取りだった。人たちも私に感謝するだろうと思っていた。でも違った。私はとんでもない過ちを犯したのよ。ええ、戸坂
就職した後も私によくしてくれたわ。このエリス女学館で唯一尊敬できる先生よ。その登坂先生が放射線の影響を受けてしまったの。職員室での席が死んだ二人に近かったからよ。明らかにあの白内障は放射線のせいだわ。私は急がなくてはならなかった。放射線が関係のない人に悪影響を与える前に恨みを晴らす必要があったの。学長が待っていると言って酒井を作動室に呼び出し窓から突き落としたわ。そして遺書の中にメッセージを入れておいたの。私の秘密は心の中にしまってあります。夏目漱石の心の中に酒井が今までやり続けていた脱税の証拠を入れておいたわ。なぜそんなことをする必要があったのかね。普通に置いといたのでは警察より先に学長がやってきて隠してしまうのは目に見えていたわ。だから警察が来るまでは絶対見つからない場所に隠す必要があったの。でもクロスさんがすぐに見つけてしまったので計画は失敗したけど。山田先生を殺したのもあなたね。どうしてなの？あなたが退学になったとき、山田先生は何もしなかったでしょ？そうね、何もしなかった。あの男は私が退学になったとき、退学を取り消してやるって言ってきたわ。その代わり自分の言うことを聞けと。私はエリスを辞めたくなかった。藁にもすがる気持ちであの男の言うことを信じた。私はあの男にもてあそばれるだけもてあそばれて結局退学になったわ。あの男は最初から退学を取り消す気なんて全くなかったのよ。そんな。だから私はあの男に気があるふりをして近づいた。ヨウ素剤を飲まないとガンになると言ったのは私よ。保健室でヨウ素剤をもらってくるように言って、その後私の持ってきたヨウ素131を飲ませたの。ヨウ素131も放射性物質の一つよ。ヨウ素は体に必要な栄養素の一つだから鑑識が間違うのも予想してたわ。ヨウ素131が出す放射線はアルファ線といってガンマ線の何倍も有害なの。アルファ線はガンマ線と違って貫通力はないので飲んでしまえば他の人に影響を与えることはないわ。飲んだ人の体内で延々と放射線を出し続ける。そして体の中から組織を破壊していくのよ。あの男にふさわしい死に方だわ。おお、なんてことだ。あと少し、あと少しで恨みを晴らすことができたのに。こんなに何人も殺しておいてまだ殺したりないの？なんて恐ろしい女なの。私を殺そうとしてたっていうの？ひどい女。お前は人間のクズよ。クズはどっちよ。理事長が口出ししないことをいいことに好き放題してたくせに、生徒たちから集めた寄付金を着服したり、エリス女学館が学校法人なのを利用して脱税に脱税を重ねてたじゃないの。脱税したお金で贅沢の限りを尽くしてたじゃないの。山田だってあんたの愛人じゃないの。何をバカな。証拠だって揃ってるのよ。洗いざらい全部警察に渡してやるわ。嘘よ。こんな女の言うことを信用しちゃいけないわ。もう調べはついとるよ。お前さんを学長にしたのは間違いちゃった。小次郎さん、許してくれ。わしが間違っておった。わしがもう少ししっかりしておれば。
私はもう長くはないの。私の体は放射能に侵されてるわ。白血病なの。皮肉なものよね。せっかく復讐から解放されたっていうのに。彼女の人生って一体何だったのかしら。結局学長逮捕されちゃったんでしょ。エリス女学館はこれからどうなっちゃうのかしらね。エリス女学館の生徒は放射能の影響は受けてないのかしら。そういえばケンちゃんも放射能浴びたんでしょ。体大丈夫なの？あっ、ケンちゃん！あ、何すんのよ！ケンちゃん、いいわ、私の胸でよかったら。おのれ！失礼しちゃうわ。We'll be right back.